7回一死、ブキャナンが三塁打を放ち滑り込む、ヤクルト 6-0 巨人、6日、神宮。ヤクルトが、15年9月27日以来、3年ぶりに巨人、菅野から白星を挙げた。16年3月25日から8連敗を喫していた天敵。大木が猛打賞、山田哲が1号を放つなど、投打が噛み合った完勝だった。小川監督は、完璧だった。菅野から2点を先制できたのは大きい。ブキャナンも安定感のあるピッチングだった、と満足げ。助っ人右腕は8回無失点の快投。打っては7回に右越三塁打を放った。3月30日の開幕勝利後にアシュリー夫人が、10月に第一子を出産することを発表。お立ち台では、お父さん、頑張りました、と絶叫した。